こんにちは、俺ちゃんです。高大です。1月8日最後の中級枠をやろうと思います。この日がね、3連休最後の日ということで、最終日、3連休最終日はあんまり人来ねえかなと思ったらね、もう最初の土曜日曜が貸し切りだったせいで、結構この日も人がいっぱいボトビに来てました。だが最後の1本となるとね、さすがに人が減りね、もうみんなね、もう3連休も最後だから早めにお家帰ってね、温かいご飯でも食べましょうみたいな感じでね、みんな続々と帰っていく中、俺は頑張ってこうやってね走ってるわけですよ。土曜日に無限わだちをやり、その翌日にスタート練習会に行き、そして今日最後の、サスセッティングをしていただき、これにて、俺のね3連休をね締めくくろうと、そういうわけですよね。最後の締めなので頑張っていきたいと思います。すでに先の1本で、ヤマンソ選手とねバトルをして1回56秒台入ったということでね、まあ、その時は56秒台出たってことは分かってないんですけど、ヤマンソ選手とそこそこ走れたことで、もういつもだったらもう秒で置いていかれたのがね、向こうが、まあ、まだまだ乗り慣れないマシンだったっていうのもありますけど、まあ、それでも一応ついていけたのでちょっと自信がねついてたんですけどね、まあ、そんなわけで最後の1本もワンチャンいけんじゃねえかなと思いつつ、ヤマンソ選手とのバトルに満足することなく、おごることなく、こう悟りをね開いたように落ち着いて走ろうと思っていたわけであります。さあ、前に見えてきましたのがゼッケン173番さんですけども、彼はですね、なんだ、神奈川県にあるモトクロスコース、大井モトクロスパークからの資格です。また資格です。この前 NPK からの資格だったけどね、今度はまた大井モトクロスコースからの資格なんだけども、なんか大井モトクロスコースのそのコースの関係者の人がね、なんかあの前の173番さんにモトビ行くときはね、あの高台ってやつをやっつけてこいってみたいに言われたらしくて、明確な資格です。さあ、だんだん追いついてきましたけども、非常に調子がいいですね。ラップタイムをご覧ください。 56.6 が出ております。素晴らしいラップタイムですね。お、すごいぞ俺、やっぱ56秒台ちゃんと出てるやんけ。前の173番さんは前のヒーローズでミドルクラスだったらしいんですけど、俺の見立てだとね、もうね、彼は完全にジュニアレベルだと俺は思ってたんですよね。でその日のヒーローズのレースで一応最後にベストラップなんか56.9 かなんか出たっていうことを言ってたので、まあ、56秒台出るんだったら、あの完全にねヒーローズではねジュニアクラスのレベルと言えるでしょう。ちなみに私は先日のヒーローズでは右肩をレース中に痛めてしまい、1分フラットで走り続けるという無様なありさまでしたけど、ミドルクラスでも勝負ができない、勝負はできないね。58秒台はないとミドルでもきついからね。さあ、そんなね、俺が1ヶ月後にまさか56秒台を出していくとはね、夢にも思いませんでしたけれども、さあ、ラップタイム56秒台を2連発で出しているということで、いや、いいですね、いいですよ。いやー、本当にね、乗りやすくなった。サスの設定が変わって、いやー、いいですね。このまま173番さんちょっとずつ追いついているので、このままねやっつけていきたいところですけどもね。ここちなみにここがね真っ暗で怖かったこの日。あの1コーナーまでのストレートが真っ暗すぎてさ、あそこ全然アクセル諦めなかった。もうひねってますね。もともとは黒缶、あの JNCC、 あ、違う、 UX かな、あっちの方の黒缶出身なのになぜかひねるというね。最近の黒缶はあれかい、ひねらないとレースにならないのかい。最近の黒缶怖えな、おい。まあ、黒缶もね、なんかいろいろ大変みたい。大変ってことないけど、あっちはね一度にいろんなレベルの人が一気にドバーッと走るんで、まあ、あっちの方の、レースはちょっと怖いかなということを。あ、ミスったぞ。よし、疲れてきたろ。よし、そのままだ、そのまま疲れていなさい。だから言っとくけど、俺の方が疲れてるからな。俺は3連チャンしてんだから、俺の方が絶対疲れてるからな。さあ、この1コーナーでインに入って、あー、いかんか、うまくいかんか、あかんか。
1コーナーうまくいかずひねりを見せつけられるだけか。あまだね1コーナーが改善の余地が俺はあって、まあ、やりたいことがあるんですけど、ちょっとこの日はねまだまだそこまで頭が回らずちょっとやってませんけども、まあ、ちょっとまだまだ走りを工夫して、うん、いけるんじゃないかなというふうに今思ってますけど、あ追いついてきたぞ。あ56秒台4連発してますね。これは完全に56秒台の男と言って良いでしょう。素晴らしいですね。前の動画でも言ったけど、あのこのスタート練習会からちょっとだけコースレイアウトが変わってて、ちょっとねあのラップタイムが若干遅くなるような傾向にあると思うので、多分56フラット出てたんじゃないかなって俺はね夢見てる。さあここで追いつきたいところですけどもね、あそこで真横に並んでちょっと俺のフロントホイールを見せつけたいところだけど、さっきからね俺はウィップを見せつひねりを見せつけられ続けているけど、どういうことだそうじゃないんだよ、俺は君のウィップを見たいわけじゃないんだ、俺のフロントホイールとかを見せて焦らせたいんだよ。焦ってミスしたところに俺が勝ってこう出て、君がねエンストこいでねデデーに追い込みたいわけだけども、さあこのまま次の1コーナーでいけるかどうかっていう感じですね。あもうさっきからもうここのフープス加えて砂を食らいまくってるんですけれど、後ろにいるとなかなかきついですね。西日がきつい、西日で何も見えない、西日で見えないの、あとは西日で影ができて何も見えない。よしそうそうここでインを、ああもう あれだなラインブロックするとこまで行きたかったな。もう今ね今編集しながら言う分にはさ、あそこの最終ジャンプを飛んでから思いっきり頑張ってアクセルを開けて、相手が1コーナーに入る前にブロックラインを使ってやればパスできたんでしょうけど、まあ、お互いもうほら今173番さ足ついたでしょ、完全に疲れてますわ、もう疲れてる人間の走りですわ、足にキレがなくなってきてよ。キレがなくなってきてもウィップはしてるけどね、ウィップは外せないらしい、ウィップした方が疲れるよね絶対ね、うん、そう思うんですけどどうでしょうか。ラップタイムが、追いついてからはだいたい57秒台になっているので、彼は57秒台ちょっとぐらいで走ってるんじゃないかな。あーここでな俺が視力を振りつぶし振りつぶしもう喋り疲れてるわ、視力を尽くしてあそこで一気にアクセルを開けて、ブロックライアーで勝ててたね。まあ今これ追っかけてると実際の土地はもうね結構ねヒーコラ走ってたからね、そういうとこじゃないんだけど、ほらもうお互いにねもう完全に遅くなってます、キレがありません。あそろそろねこれこのまま続けてるとね俺もうあこれこけるなと思って、なんかやらかすなそろそろと思って、これで最終ラップにしようかなと思ってますけど、いやでもねよかったよかった、なんとか俺56秒台でね周回できたということで大変自信になりました。次のヒーローズはねワンちゃんいけるんじゃないでしょうか。それではお疲れ様でした。この動画がすごく良かったって思ったら動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。